さん、五反田店リニューアルオープンお越しいただき本当に本当にありがとうございます。店長の葉月チヌウェリティーヌです。そうなんです、新メンバーなんですけど店長なので頑張らせていただきたいなと思います。本日、ここで店長からのお品書きを発表したいなと思います。まずは従業員によるソロコーナーで、その後磯丸水産によるステージになります。本日はリニューアルオープン記念として楽曲も増えて盛りだくさんのメニューとなっております。もちろん店長のターンもございます。それでは磯丸水産ごゆっくりお楽しみください。それでは皆さん盛り上げていきましょう。
Yeah.
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、赤木はるかです。瀬戸しおりです。瀬戸まりやです。葉月のルーティーヌです。私たちがせーのいさまるずりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はワンマンライブですよ。はい、リニューアルオープンということでね、五反田の地に店を構えていきたいと思う。構えてって言っちゃうんですけど、今日初めてのワンマンライブ、はい、ワンマンライブさせていただくということで、こうタイトルが決まった時に、本当に五反田店、五反田 G3 店、そうです、リニューアルオープン特別感謝祭みたいな名前が来て、はい、さすがにこれは誰か勘違いを招くんじゃないかなと思ったら、私が告知した時に一発目にこれはライブイベントですかって聞いたんですよ。そう、ね、飲みイベントだって思ってきた人が結構いるらしいんですよ。本当に？ほら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 、本当にありました。あと一個いいですか？はいはいはい、はい、ずっと言いたかったんですけど、なんだろう、リニューアルオープンって言ってるじゃないですか、はいはいはい、でも告知のやつリューアルオープンになってますよ。え、なんで言ってくれないの？ずっと、え、嘘、マジ？あ、マジです、リューアルオープンになってます。何が足りないの？ゲート 2ですね。2ですね。UR オープンになってますよ。言ってよ、恥ずかしいじゃん。気づかなかったかもしれない。気づかないよ、ほら。はい、そのわけで今日から、はい、今日から静止、ちょいちょい姿を現しては聞いていた、はい、メルティーヌさんがいらっしゃいました。五反田店の店長をやらせていただきます。ありがとうございます。ですね、楽屋でちょっとふざけてただけなんです。私店長なんで、間違えたら言及ですよとかふざけてただけなんですけど、はい、ついにステージデビューしました。よろしくお願いします。ふざけてたんだね。ふざけてたの、まあ、でも一番偉いんだよ。でも店長だからね。あなた何ですか？バイトリーダーです。おお、チーフリーダーです。チーフです。バイトです。かわいいよ。元気されないように頑張ろう。一番されそうですよね、私。怖い。ね、こんな感じでございますが、はい。はい、いや、もうあっという間でございまして、はい、中盤終わりみたいな感じ。終わっちゃう。すいません、やばい、バイトなんでちょっと勝手に終わらせようとして、全然終わらない。元気つらいそうです、店長から。すいません。はい。はい、正解は言及なのよ、はい。あ、じゃあプレゼントしますね。あ、忘れた。ありがとう。店長、ありがとう。今日から次に使うと思われます。こちらをプレゼントします。ありがとう、店長。店長、衣装これで合ってる？ちなみにだけど。でも私は合ってるよ。合ってた。いや、なんかね、上がこれだって聞いたよ。うん、いや、なんか、じゃあ私の意見言ってもいいですか？はい。いや、なんか私最初、マリアさんと実はこれ同じなんですよ、上。偶然なんだよね、これね。そう、偶然同じなんですよ。で、うん、なんか私は、まあ、マリアさんから話を聞くまでは、ちゃんとしたズボンなんだなって思ってたんですよ。そしたらなんか気づいたらなんか、この人ブルマ履くって言ってたんで。なんでなんか、私、なんか、履くでしょ。履くよね。ほら、うん。でも見てくださいよ、ブルマ以上にものすごいのを履いてる。女がいますよ。やっぱね、五反田のやや裸とほぼ裸ですから。だから裸チームに挟まれてる2人。うちらが間違えたみたいになってる。それが正解だよ、多分だけど。そうよ。だよ。見えないから、みんな履いてるか履いてないかは。見えてなきゃ問題ないもん。ないないよ。何を言ってるんですか、本当に。ありがとうございます。というわけで、磯村水産王道ユニットなので、はい、ちょっと、清掃系の、はい、清掃王道特別フルトレユニットので、はい、次の曲からも、ちょっと王道に行きたい、攻めていきたいと思います。いけますか？ OK です。はい。あ、俺、はい。誰が王道？喜んで。じゃあ、聞いてください。はい。じゃあ、みんなで言う？合ってるかな？合ってるよ。みんなで言う？頑張ったよ。せーの、千本桜。
Bye.
存じみんなのアイドル方です。この黒っぽいでしっくり決めてます。朝から晩までさっさと固めて1日15時間寝ています。
ではよく聞いてください。ナーブ。ふわふわタイムしましたね、はい、ふわふわタイムして
ナーブ、ナーブ覚えましたね、はい、あとは覚えました、ね、あと何覚えたのコネクトと専門だから、専門だからですね、はい、4曲ぐらい新曲新メニュー、新メニュー、新メニュー、新メニューが入りました。覚えました、はい、なんかそんなさ、あれだよね、安直な気持ちでやってないよね、なんかそうですね、なんつの一生懸命だよね、そう、なんかこれはこれはあれはって言い合ってさ、はい、殴り合ってこうなんか生き残った曲をそうですね、みんなで練習するみたいなね、ねね、かっこいいですよね、じゃあマジで曲みたいな、そうそう、なんかマジでって一番何がマジなんですか、わかりませんいやでもすごいね、はい、もう楽しい時間は早いですね、はい、早いですね、ここでなんか一人ずつ、はい、言います、なんか言いましょう、言いましょうか、誰か言います、はい、店長ですね、店長ダメだよ、店長は最後ですよ、本当に最初で大丈夫よ、本当に、あ、新メンバーの葉月シェルレティーヌです、店長あのかの有名な磯丸水産の3人の一員になれてとっても嬉しいです、最初はとっても不安でした、いかんせん瀬戸がすごい適当なオーラを放っているので、こんなグループに入ってて大丈夫でしょうかって思ってたんですけど、ようこそ、そうですよね、適当なオーラ出てますよね、ようこそこちら、でもね意外とちゃんとやるんですあのうちら覚えてなくてやべってなったくらい、あの2人ともすごい真面目なので、はい、安心しました、なので第2回ワンマンライブを期待して、あ、こんなこと言わない方がいいのかな、あの成長していきたいなと思います、これからもよろしくお願いします、じゃあ私に言っちゃおう、はい、なんだっけ、あ、バイトリーダーのとても真面目な瀬戸マリアです、よろしくお願いします、3年前にね、五反田店を立ち上げて以来、すごい賢く真面目に運んで、物を運んで、物を運んで、物を運んで、一生懸命働いた結果、リニューアルオープンができることになりました、イエーイ、じゃあね、たくさんのお客さんがね、いっぱいお酒を飲んで楽しんでくれるから楽しんでくれるからね、こうやってね、リニューアルオープン、ランルーマンマンライブができることになりましたので、本当に皆さんありがとうございます、とてもね、真面目にこれからも精進、精進、精進していきたいと思いますので、磯丸水産よろしくお願いします、ありがとう、みんな、はい、はい、はい、チーフリーダーの赤木遥さんです、ありがとうございます、あの、磯丸水産でなんかみんなで楽しいことしようよって言ってたのが、本当に磯丸水産って名前でやることになるとは思わなくて非常にまだちょっと気まずい気持ちなんですけどあれ本店にバレたらどうしようと思ってあ、でもすごい、そうですね、本当になんかそれこそキャラの濃いところに囲まれて、あの初めてね、死にみんなで飲みに行った時はね、あの瀬戸マリアが私を置いて帰るっていう、え、違うじゃん、これ本当ですよね、本当何が本当に責任重大ですよ、次はもう最後まで見ます、一人で見ます、どうだったの、え、大変大変だった、またね、あの楽しい時間できたらいいなと思います、今回もよろしくお願いします、はい、強烈なのは一番でね、いや、あのすごい今思ってること一つ言っていいですか、あの私、あの一応この中でバイトなんですけど、なんで私あのバイトが最後に喋るっていう一番恥ずかしい思いをバイトちょっとあのすごいね、あのバイトからねちょっとね昇格したいなとは思ってるんですけども、あのまあ一生バイトだと思うのでまあそんなことでですね、本日は皆さん本当に来ていただきありがとうございます、はい、もうね、いつまでミニオンマンやろうってマリアさんから言われた時は何言ってんだと思ったんですけど大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、でもちょっとやっぱり私はあのこのメンバーがすごい大好きですので、あの葉月さんもねもう入っていただき、この人は適当ですけど、あのしっかり一緒でねちゃんといろいろ作ってくれたりして、で春田さんもいろいろ考えてくれたりして、周りともねもうすごいもう本当にねもう素晴らしいねもう人だらけなんでございます、そんなこんなでね、あのそんなすごい人たちと、一緒に、ライブできて、ユニットできてるのは本当に幸せだと思っております、じゃあねワンマンするんですよね、1回目
まあでもね、そういうのは瀬戸マリアにご意見箱として何でしょう。バイト募集中なのでぜひバイト募集待ってます。皆さん今のはしーちゃんと仲間になります。いや、なんでうちと仲間だって、みんなと仲間だバイトならしーちゃんの仲間バイトでしょ。あ、バイトだから、あ、バイトだよ、バイトじゃない、バイトじゃない。うん、今2人挙手してますよ。3人。ぜひじゃあ第2回よろしくお願いします。よろしくお願いします。もういやなんかちょっと、まあ皆さん今ね不安がよぎってると思いますが、この後まだまだ続きますので皆さんスタートでも本当幸せですね。幸せですね。幸せですか。はい、あなた今幸せですか。ハッピーハッピーハッピー。あ、壺買いますか。買いません。買いませんよ。そういうグループじゃないんですよ。はい、真面目だからね。店長怒ってください。店長こら緊急だ。やだやだ。はい、そんなわけで終盤戦も皆さん一緒に楽しめますか。イエーイ。喜んで。イエーイ。喜んで。では聞いてください。なんだよ。なんだよ。はい、初恋サイダー。初めて。キスをあげるよ。
ちょっとむずすぎ。なんかこっち見ないでもらっていいですか。それでは皆さん、毎回ハムトロをよろしくお願いします。磯丸水産でした。ありがとうございました。ありがとうございました。またのご来場誠にお待ちしております。